さんこんにちは、ニーナです。今日は初めてドモホルンリンクルの商品を購入したので、そちらのレビューというか使用感というか私の感想を言っていきたいと思います。私が買ったのはこちらの飲むドモホルンリンクルというものを買って、美容ドリンクを購入しました。こちらはですね、1日1本を目安に飲んでくださいということで、飲む際はよく振ってくださいっていうものです。で、こちら保存料とか着色料は無添加でノンカフェインとなっております。こちらは試しに買ってみたっていう感じなんですが、味としては、やっぱり美容ドリンクらしい感じの、ちょっと美味しいとは言えないけど、飲めないことはないかなっていう感じのもので、こう薬みたいに苦くはないんですけど、でも飲みやすいかって言われたら、そんなにごくごくとはいけないかなっていう感じの味でした。で、使用感というか、こちらは7日間分を購入したんですが、今6本飲んでみたんですが、その目に見えて分かったとか、次の日 その肌の感じが良くなったとかっていう実感は得られなかったです。ただちょっと、口の中に口内炎がこうできそうな時があったんですね。このまま、大きくなっていっちゃったら染みちゃうなと思ってたんですけど、これを飲んでおかげかはちょっと分からないんですが、これを飲んで、次の日には口内炎が治っていたので、もしかしたらそういうところに効果があったのかもしれません。今回、7日間を試してみたんですけど、これを飲み続けたいか、また買うかって言われたら、ちょっとお値段的にも結構するものなので、これを飲まなくても、どうしても飲みたいんだったら、もうちょっと安い市販 のドラッグストアとかで買える美容ドリンクでいいのかなっていう風に思ったのが、正直な感想です。ただ、ドモホルンリンクルといえばね、よく CM でやっている、本当にこう化粧水とか、そういう乳液とかクリームとかっていう方が有名で、そっちの方が本命というか、この会社も力を入れてるものだと思うので、今度はね、そちらの、スキンケア系を試してみたいなって、試してみれたらいいなっていうふうに思っています。ドモホルンリンクルって昔から知っているブランドで、でも年齢的にまだだなっていうふうに思ってたんですけど、もうそろそろ使ってもいい年齢になってきたということで、一度は試してみたい、一度は使用してみたいブランドなので、今回は美容ドリンクだったんですけれども、利用してみました。もし使っているよっていう方がいらっしゃったら、こういう効果があるよとか、教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では次の動画もぜひご覧ください。ありがとうございます。